こんにちは。こんにちは。この度は宗男サブチャンネル開設誠にありがとうございます。いやいや、新しくね、とうとう作ることになりました。タイトルはズバリ。宗男ハウス。宗男ハウスで行こう。もう。もう宗男ハウス。宗男ハウスわかるかな、世代的に。わかるんじゃない。わかるかな。宗男ハウスっていうのは確か議員の国会議員の鈴木宗男がなんか上らへんのね。うん。至らんことして集めたお金で建てた家だっけ。よくわかんない。あんまよくわかんない。各自ウィキペディアで調べてください。当時宗男ハウスってブームになったんだけど、はい、まあたまたま名前が一緒だし、はい、宗男ハウスで行こうか。で、ちなみにこのチャンネルではどういうことをするの？ですね、何でもします。何でもします。何でもしますよ、そりゃ。何でもするか。手当たり次第何でもしますよ。だから基本はさ、もともとなんか手作りでなんか作ったりとか考えてたけど、うん、まあまあそれを基盤にいろんなことをしましょうかね、うん、でまあね、本当にいろんなものを作っていきたいとも思いますので、はい。まあでもあれだね、とりあえず平日毎日更新をちょっと目標にしてるんだけどね、うん、月火水木金まで金週5ペースで、はい、土日は休ませてね。土日は釣りをしないといけないからね。それでやっていきますかね。なんかね、うん、釣り以外でなんかしてほしいこととか、そうそう、釣り以外で作ってほしいものとかあれば、うん、釣り以外でが重要だね。そうそう、釣り以外でですよ、うん、釣り言うからね。そうそう、今 T シャツも釣りやし、これも釣りやけども釣り以外で釣り帰りやけども、そうそうそう、釣り以外で何かしらできることはもうボンボンやっていきたいと思います、うん、だからなんか見てる人もなんかこれやってとかあったら助かるね、うん。じゃあまあそういう感じでサブチャンネルよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。